何事においてもやる気のない俺と違って、さよりは物事に集中すれば結果を出せるのだ。お前も出せよ。だから俺もあいつのおせっかいを許しているのだろう。おせっかいされないようにお前自立しろと言いたい。あいつの目から見える世界は一体どんなものなのだろう。おお、いきなりじゃ。うわあ、びっくりしたわ。目を開けるとさゆりの顔が視界いっぱいに現れた。かわいいね。アップにも耐えられるこのさゆり、やっぱりメインヒロインだな。あまりにびっくりして椅子から滑り落ちそうになる。まあそんなに近ければね。へへ、ごめんね。待てよ待てよって全然ごめんじゃないし。そうね、こんなところで寝てるのが悪いんだよ。昼寝部じゃないんだよ、ここは。昼寝部か。昼寝部はないけど、最近学校に昼寝を導入するところが、最近でもないな、ちょっと前に昼寝を導入した学校があって、そうすることで学力が上がったみたいな、そんな話が何年か前にありましたね。昼寝も大事。うちの学校に昼寝部なんてものあるのか。また夜更かししてたんでしょ。それを言われると、部活に入ったからにはアニメを見る時間は必然的に減っちゃうんだから。そうなんですよね、そうなんですよね。だから私もここ何年全然アニメを見てないんですよね。まあね、基本原作漫画があるから、まあ、そっちの方でいっかっていうのもあるんですけど、まあ、だからといってその原作漫画を読むわけでもなし、フリーレンはな、1巻2巻ぐらいまで読んだからけど、よくないよね、よくないよね。配信ばっかりしてるからっていうのもあるし、ゲームばっかりしてるからっていうのもあるし、なんとかなんとかしたいな。あとね、オリジナルアニメ、アニメオリジナル作品っていうのもたまにあったりしますから、そういうものはアニメでしか見られませんからね。なんだっけ、エヴァーガーデン、なんとかかんとかエヴァーガーデン、あれもね見たいなと思って思いつつ全然見てないっていうな。悲しい。スカーレットってなんだっけ、忘れた。アニメにも原作にも良さはありますね。やっぱアニメになってくると、あの声がついて、そのやっぱ声優の演技大きいですよね。うん、あと動きがねついてる部分、漫画だと小回りだったりとか、小説だとまあ自分の想像で補えるからまあなんとかなるんですけど、アニメならではの動きとか、あと声優の演技とかはかなり大きなウェイトを占めるんで、やっぱねバージョンアップした感がありつつもでも最近は作画崩壊していたりとか、なんかアニメオリジナルが入ってダサ作になったりとか、あと声優はついても自分が思っていたような声、この声じゃないよみたいなことがあったりするから。あと銀魂そうだったんですよね。銀魂の主人公の声あんなじゃないなと思って見てないんですけど、っていうことがあったりするから、まあ、よしよしですよね。バイオレットエヴァーガーデンか、そう見ようと思ってたんですけど、前テレビでやってたからあーんって思ったんですけど、結局見てないっていうね。いやね、ほんとね、困ったもんですよ。時間が足りない。1日78時間とかにしてほしい。必然的に減っちゃうんだから、ちょっと話それがちだな。今日全然進んでないな。ちゃんと合わせてくれなきゃダメだよ。どうします、大声で言うなそれを。アニメオタクであることは秘密なんですかね。今のモニカに聞かれていないか肩越しに振り返って確認する。やっぱアニオタは
抱きされるべき、抱きすべき存在だから。本当のことだし。そうね。兄オタであることをさよりは知ってるんですね。よし、分かってる分かってる。さよりはいつも俺を気にかけてくれるもんな、くれてるもんな。いい子じゃん、本当にいい子じゃん。やだな、ここまでやっといて実は凛の楓には興味ないの、男として見てはいないのみたいな、恋人とかそういう風に思ったことないのとか言われても、それはそれで辛いところがある。このペースだとクリアまで、クリアまで3点かかります。なるほどね、なるほどね、なるほど。じゃあ、あの長期シリーズということで、これで日曜枠はしばらく、あ、万全ですね。安泰か、安泰ですね。 OK。 うふふ、私が一番得意なことだから。かわいいね。それは困る。自分のことはどうなんだよ。俺のことばかり気にして。今も毎日寝坊してるんだろ。え？ま、毎日じゃないもん。いいな、お互いにこうやって世話し合えばいいんじゃないの。説得力に欠けるな。この1週間で時間通りに起きれたのは何回だ。俺は内緒。やっぱりな。なんで？いいですね。こういうキャラクターが一番わかりやすくていいわ。ちょっとは信じてくれたっていいじゃん。いいや、無理だな。自分をよく見てみろ、さより。全身に書いてあるぞ。耳なし法一かな。顔に書いてあるんじゃなくて、全身ってところがポイントですね。なるほど。え？さよりは隅々まで自分を見る。こんなバカな発言に付き合ってくれるなんて、いい子じゃん。どう全身に書いてあるの。今朝明らかに大急ぎで来ただろ。ほら、髪のこの辺とかボサボサだし。もう下校時間ですよ。登校時のことなのに、ちゃんと指摘してあげなよ。俺はさゆりの髪を手ぐしで整えようとする。あー、そんな人の頭に勝手に触るなんて。プライベートスペースをちゃんと守ってほしい。こりゃブラシがいるな。私の髪まとまりにくいから。それには騙されないぞ。髪だけじゃない、ほらリボンも曲がってるし、襟のここには歯磨き粉のシミがついてるし。それはひどい。俺は指でシミを拭おうとする。誰も気づかないよ、そんなの。気づいちゃったんだな。いいや、気づく。お前に恥をかかせないよう、誰も言わないだろうがな。ああ、そういうことか。指摘しないだけっていう。それはそれでよそよそしい感じがしなくもないけど。幸い、俺はそのあたりは気にしないんでね。もう意地悪。かわいいね。ブレザーのボタンも相変わらず開けっぱなしだし。いつも開いてない？まったくさより。お前なんで未だに彼氏ができないのか分かってんのか？あそこ触れる？は？今のはひどすぎるよ。悪いが後で感謝することになると思うな。そうな。ブレザーのボタンを下から止めていってやる。慣れ慣れしいじゃん。割とこうスキンシップとかする2人なんかな。これでどれだけ印象が変わるかを知ったら気も変わるよ。あ、そういうことね。感謝する。いいアングルですね、これは。こんな青春を送りたかった。こんな青春を送りたかった。ボタンちょっと一つハマってないけど、かわいい。これはかわいいわ。これはかわいいの、かわいいしか出ないわ。できればこれで夢を見たいっていうぐらいですね。ふふ。なんだか変な感じ。何が？
今度はこういうことをしてくれる友達がいるのって不思議だなって。今度はってなんだ？今度はこういうことをしてくれる友達がいるのって不思議だなって。ん？さっきもなんか今度はみたいな発言あったよな。たまに翻訳は変です。あ、そういうこと。なるほどね。理解理解。そっか、そうですよね。こういうゲームは翻訳が命なところあるんですけど、そっか、ちょっと頑張っていただきたい。こういうことをしてくれる友達がいるのって不思議だなって。こういうことをする友達はかなり親密な友達よね。あ？そういうことを言うな。俺まで変な感じになるだろ、バカ。あれだな、もう周りからもうそのままくっついちゃいようとか言われるやつですね。クソが、爆発しろ。私はいいよ。こういう仲なのが嬉しい。かわいいなあ。どうした？夏希とは正反対よね。いやー、これは正ヒロイン。思わない？ヒューヒュー。そうかもな。ねえ、大丈夫？もうジンの替えで顔が真っ赤だわ、これは。このボタン取れそうじゃない？ちゃんと何？力づく？なんでこのボタンだけ止めにくいんだ？ああ。穴でも開いてんの？穴が開いてないとか？胸に近いボタンがなかなか止められず、手こずる。自分でやれよって言ってやれ。そもそもこれ、サイズ合ってるのか？ああ、胸のサイズがってこと？えへへ。買った時は合ってたもん。成長期ですね。ああ。お前が普段から止めていたならもっと早く気づけたものを。ずっと開けっぱなしなのね。まあ、高速で決められていないんだったら、別に開けっぱなしでもいいんじゃないでしょうか。おい、なんでニヤニヤしてるんだよ。こっちがニヤニヤしそうですけど。胸がまた大きくなったってことだね。よかったね、成長できて。どうなん？ああ、でも割とだ。割とだわ。意外とだわ。でかい声で言うな。こっちが恥ずかしいでしょうが。じゃあこれで少しはマシな見た目になったし。なんか胸のとこだけ止めてないのってさらに強調されて見えない。あのね、なぜブレザーのボタンを止めたさよりの姿が不思議に見えるのだろう。不思議でもきつい。もしかしてあれか、胴回りも大きくなったってことか。こういうことだ。カップケーキ食べ過ぎ剤ですね、これは。ううこんなのいらないよ。さゆりは大急ぎでまたボタンを外していってしまった。ちょっとサイズの合ったものに買い替えな。確かにこれはきついわ。これはちょっと自分を細く見せすぎ、自分が細いと思い込みすぎではないですかね。なんか腕のところの長さはね、袖の長さはぴったりだけど、胴回り完全にこれ間違ってるでしょ。特注品か、なかなかないサイズだぞ。やっぱりこっちがいい。まあね、楽だしね。さゆりは手を伸ばしてくるくる回る。なかなかそういう動きをする高校生いないと思うけど。ボタンを外してるうちは彼氏できないんでしょ？どういうへりくつだよ。ああ、あれか、まだ彼氏なんていらないわとか、文芸部命みたいな、こういうスタンスなんですかね。あとなんでいいことみたいに言うんだよ。だって彼氏ができちゃったらきっとこういうことしてくれなくなるもん。かわいいこと言うじゃないか。なかなかどうなんでしょうね。かといってさよりはジンの楓に彼氏になってほしいとまでは思ってなさそう。
あれかな、やっぱ兄弟家族ぐらいの、それぐらいの関係な、それぐらいの気持ちでいるんですかね。仁の楓は誰よりも私の面倒をよく見てくれるし、あれが介護人のつもりか。人を介護士扱いしてんなお前。さよりさより性ヒロインよ。なんか他の人全然出てこないけど大丈夫これ。どんな目で見られているんだろうか。だから外したままにしとく。恥ずかしいことをベラベラ言うな。何も恥ずかしいことなんて言ってないのに。ああ。とにかくお前はもう少し早く起きることに専念してくれ。それだけでいいの。そっちが早く寝るようになったらね。ああ、なるほど。そうか。お互い様というか、お前が言うなっていうことですね。すみません。今日は早寝配信のつもりなんですけど、あんまりこれ寝る気分にはなれないな。何にせさよりが可愛いから。はいはい、取引成立だな。この取引が遂行されることはあるんでしょうか。私たちって本当に自分よりお互いの面倒を見る方が上手みたいだね。本当そうですね。いいコンビだわ。ああそうみたいだな。友達じゃないとか言いながらなんだかんだで認めている仁の楓、面倒くさい主人公です。だから朝起こしに来てくれて朝起こしに来てくれればいいんだよ。面倒見ろってことね。またそれかさより。冗談だよ冗談。お前の言うことはたまに本気か嘘かわからなくなる。おっと急に出てくんじゃん。よしみんな。モニカが突然呼びかけてきた。そろそろ詩の見せ合いっこしましょうか。やったー。仁の楓の読むの楽しみ。どんなが出来上がってんでしょうね。俺も絶対棒読み。どう聞いても楽しみにしているような声は出せなかったが、さよりは構わず急ぎ足で自分の詩を取りに行った。全然抵抗ないんですね。ところで昨晩ちゃんと忘れずに詩を書いてきたかしら。一日で書いたんだやっぱり。うん、身が引き締まる。モニカさんの制服もさ、ボタン止まってるとはいえちょっとピチピチすぎない？っていうかこれはR スティックでこう何、右左動く、モデルを動かしたかったけれど 2D でしたね。ちょっとこれはいわゆる乳袋というやつなんじゃないでしょうか。こういうデザインはいかがなものかと思いますが、引き締まったモニカと身が引き締まった仁の楓、こんな恥ずかしいことにどうして俺は賛成してしまったんだろう、してしまったんだ。今までこんなことをやった経験がないからか、そういったインスピレーションも湧かなかった。全然わかりませんでしたね。さてみんなも準備できたみたいだし、詩を見せる相手を見つけましょう。もしかしてあれ、あの校内巡って片っ端から行く人に見せていくの。もはや宗教団体。楽しみ。さよりとモニカは張り切りながら詩を取り出している。さよりの詩はリングノートから破いた1枚の紙に書かれているようだ。せっかくのリング、ああそういうことか。はい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 。一方モニカの詩は作文用のノートに書いてある。他の作品も載ってそうですね。俺の席からでもモニカの純朴な字が見て取れる。純朴。夏希とユリもしぶしぶバッグから取り出して応じる。同じように俺もそうした。最初は誰に詩を見せようか。あれか、仲間内で見せ合うみたいな感じか。まあまあせっかくだから相方のさよりで。この中だとさよりが一番見せやすい相手だ。そうね。なんて言ったって幼馴染だからな。何その顔、すごい。お、
これすっごく上手だよ、ジンの楓で。呼び捨て。え、もしかして、もしかして自分のより上手いからってちょっと機嫌悪くなってる。それで呼び捨てにしてる感じ。なるほど。これあれですか、あの夜、前日の夜にあの言葉を20個選んだわけですけど、あれ関係あるの？ないの？あるんかな。どんな選び方をして、どうなんだろう、わかんないや。え、私これ大好き。いい子ですね、いい子ですね。多分ジンの楓の詩がとっても下手くそであってもこう言ってくれると思う。さゆりはそういう子。こんなに詩が上手だったなんて知らなかったよ。言ってみれば本当に上手かどうかわからんな。判断できない。さゆり、絶対大げさに反応しすぎだって。俺は全然うまい書き手じゃないよ。正直訳もわからず書いたんだぞ。実際どういう文章を書いたのか知りたいですけどね。さっき選んだあの単語から適当にこう文章を書いてくれるとかじゃないんだ。今度は、また出たよ今度は。これさ、オリジナルだとどう、オリジナルだとどう、どんな風に書いてんでしょうね。イングリッシュ、ヒストリー、どれだろう。あ、ウェルカ、あー、なるほどね。はいはいはい。英語で言うとこのこのウェルっていうのは、そうねみたいな、そんな感じのあんまり意味のない接続語ですね。今度はでないことだけは確か。ということで、じゃあ今度はは、今度ははそういう意味で使ってるということを覚えて。きっとだからだよ。私も自分がどんな詩が好きなのか分かってないし。あははは。ああ。ユリならもっと建設的な意見をくれるだろう。おそらく夏希だってそうだ。俺が書いたから好きなだけじゃないのか？ああ、それもありでしょう。作家買いもしますもんね。この作家が書いたんだったら面白いに違いないって買って読んだりする。あ？それもきっと理由の一部だと思うけど。まあ作品には人間性が出たりもしますからね。必ずしもではないけど。私ってジンの楓のことを他の人たちよりもよく知ってるでしょ？だから私がジンの楓の詩を読むと、ただの詩じゃなくて、ジンの楓の詩になるんだよ。いや、なかなかアホの子だと思っていたけど、確信をついてきますね。うん。それはわかる。特に詩だとね、さっきも、ユリの言葉ありましたけど、その書き手の、書き手自身のことが表現されてるから、そういう見方がされるんでしょうね。だから特別に特別なものに感じるんだ。あ、格別にか。格別に特別なものに感じるんだ。なるほどね。うん。気持ちを感じ取ることができるというか、さゆりは詩が書かれた紙をぎゅっと胸に抱く。いや、しわくちゃになっちゃう。やめて。そこまでしなくていいから。お前って本当に変なやつだよな、さゆり。ここは俺を言うとこやで。だから、へへ。書いてくれただけでも嬉しいよ。君に書いたわけじゃないけれども。そうか。まあ、創作活動を始めたという意味で喜んでいるのかな。本当に部の一員になったんだって実感するね。そうね。部室の前で座っているのにまだ一員じゃ、あ、部室で目の前に座っているのにまだ一員じゃなかったのか？うん。まあね、実績がないから。そりゃそうだろう。まだそんなに好きだとは言えないけど、約束を破るわけにはいかないからな。やたら約束のことを気にしますね。でしょ？私が前に言った通りじゃない、ジンの楓。
ちょくちょく呼び捨て。本当は全然自分勝手なんかじゃないんだよ。他人のためにこうやって新しいことに挑戦するのって本当にいい人にしかできないことだよ。ああ。ここでね、ここで他人のためじゃなくてさゆりのためなんだよって言ってのけるぐらいの気概が欲しい。っていうか他人のためにそこまでするのはちょっとやりすぎかなって思うな。聖人君子じゃないんだから。ありがとうさゆり。さゆりが俺の動機の全貌を把握しているのかどうかいまいちわからない。お前の動機って女の子をはべらせてイチャイチャしたいっていうことよね。でも考えてみると入部した理由の一つがさゆりであることは否定できない。そうね、まあ、連れてこられた以外にもどうなんだろうな、なんかさゆりとはなんか付き合いたくないみたいなこと一番最初に言ってたくせに、どうなんかな。俺の入部がさゆりやみんなにとってどれだけ意味のあることなのかは知っている。新入部員ね。そうね、この部でジンの楓が楽しく過ごせるようにしてあげるね。いいこと言うじゃん、もはやプロポーズよ。それが私の感謝の印だから。意味の、わかった、期待してるよ。やった、かわいいね。それじゃあ私の詩も読む。大丈夫、私すごい下手だからだけどこうやって見せてくるのってすごいな。だからえへへ、それは読んでから判断するよ。詩に上手い下手なんかないよね。親愛なるお日様へ。一文目一行目からなかなか飛ばしてくるな。なるほど、お日様への詩ですか。ブラインドから差し込む朝の日差しで君が寂しかったのがわかるよ。おお、額にキスをしてくれるとベッドから起き上がれるの。目をゴシゴシして眠気を拭う。あー、なるほどね。表に出て遊ぼうって誘ってるの？雨ならいいのにって思ってないか確かめているの？上を仰ぐ真っ青な空。秘密だけど私も君を信じてるよ。君がいなきゃずっと眠っていられるのにね。でも怒ってないよ。朝ごはん食べたいなあー、なるほど。はい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 、朝の太陽を擬人化して書いた詩ですね。あー、こういう書き方もできるんだ。意外と考えさせられるなこれは。詩を見せるのは勇気すごいいる。物語より勇気いる気がする。そうね、まあ、さっきも言いましたけども本当に人間性が直接現れる部分って感じがしますもんね。この詩もそう、本当にあのさよりっぽさがよく出ている。朝ごはん食べたいなもそうだし、いいお家に持ってきたな。私も君を信じてるよっていうのは何なんだろう。割とこれ、この文章だけで結構あれね、あの感想を言い合うことができるな。こういうレベル、おー、面白いね。でもちょっとごめん、あと4人、あと3人いるから。ありがとうさより、いい詩だった。さよりらしい、とっても可愛い詩だった。よかったよさより。これはあくまで想像なんだが、これ今朝書いたぞ。なるほどね、なるほどね。感情たっぷりなわけだ。朝起きて書いたしか。いやちょっとだけだし。いや全部書いたな。イエスかノーかの質問にちょっとだけはないだろう。昨日の夜書くの忘れちゃってさ。まこれで少しは自分の作品に自信が持てたよ。いやでも逆に朝パッと起きてあれを書けるってすごいと思うな。意外と才能があるぞこいつ。何それひどい。これでも頑張ったんだよ。まあ頑張ったかどうかともかく、うん、可愛い詩だったと思います。花丸。
ああ、まあ。別に悪い詩だとは言っていない。いい感じというか、なんていうか、と思えらしい感じだ。全く同じ感想ですね。本当に？そうね。特に最後と行が、そうね。本当そうね。今朝は卵とトーストにしたんだ。遅刻したのに。朝ごはんだけは譲らないタイプ。朝ごはん食べるのは大事なんだよ。お、そう、それはそうなんですけど。じゃないとイライラしちゃう。腹ペコキャラか。まあ、言い当てても仕方ないか。とにかく見せてくれてありがとう。これすっごく楽しいね。そうね、意外と楽しいかもしれない。自分にかける能力があればいいんですけどね。モニカちゃんやる？ああそういうことか。モニカちゃんやる？ああそうだな、いい企画だったという意味ですね。次は忘れずにちゃんと書くよ。まあまあまあ、即興で書けるんだったら素晴らしいと思います。それもあり。なんかその時の感情全部が乗るからいいと思う。すごくいい詩を書いてくるんだから、まあ期待してるよ。また次もあるのかな。次は誰に詩を見せようか。え、どうしよう、ちょっと待って、この調子もう23時半なんやな。半端だな。ただここで3人、夏希だけ行くか。夏希だけ見て終わろう。さあ、緊張の面持ち、夏希選手でございます。ん？まあ予想通りってとこね。あ、これもう私のを読んだってこと？この言い方はひどくないか。いや、そうでもなくない？素人が書いたんだから。何よ、悪かったわね。別にけなしてるわけじゃないわよ。ただ感情が動かなかっただけ。ああ、人を感動させられる作品には程遠かったということですか。ちゃあなし。それは素人なんで、お水飲むのだ。うん。それってつまり可愛さが足りなかったってことかな。そっか、そうね。夏希は可愛いのが好きですもんね。一発ぶん殴ってあげようか。遠慮するよ。ああ。それじゃあ今度は私が見せる番ね。あんたの好みに合わないと思うけど。まあまあ、好みは確かにある。どうだろう、夏希本格的に書いていきそうだから合わなそうな気がするな。和紙は飛べる。猿は登れる。コオロギは飛び跳ねられる。馬はかけっこできる。フクロウは見つけられる。チーターは走れる。わしは飛べる。人は努力できる。だけどそれくらい。難しいなぁ。ちょっと、これさ、さっきさよりはさよりが書いたからこのフォントかなって思ったんですけど、これ全員このフォントじゃないでしょうね。うん。夏希は可愛いもの好きだから丸文字で書いてても、まあイメージ、うん、まあありかなっていう気するけど。言葉選びの時、ミニキャラ夏希あんまりぴょんぴょんしてなかったもんね。あ、そうだったんですか。全然見てなかった。それはあれですかね、真剣に考えていたせいなんですかね。それとも出来が悪くてあまり乗り気じゃなかったとか、そういう感じなのかしら。え、あの段階でその人へのその人からの評価とか、え、でもあの時モニカいませんでしたよね。偶然かな。まあそれはそれとして、これは
なるほど、詩の上級者っていうのはこういうの書くんですね。ちょっと初心者には難しいな。難しいことをおっしゃるな。難しいな。これはどう判断すればいいんだろう。それぞれ得意とすることがあるよということを言いたいんだと思う。うん。プロは見つけられるっていうのがちょっと、あれ、そうなんっていう気はするけど。です。一番最後から2行目に人がやってきて、だけどそれくらい。このだけどそれくらいっていうのは人にかかってるのか、それとも、この並んでる全員にかかってるのか。という考え方。人は努力できるけど、それくらいしかできないよっていうことを言いたいのか。この人たちはこうこうこういうことができるけど、結局でも君らできるのってそれぐらいだよねって言いたいのか。で、考えがちょっとまた大きく変わってくるわけ。ちょっと大きくってなんだ。その二通りで、こう、ね、判断が変わってくるわけですけど、でもどっちにせよ、だけどそれくらい。これどういう、割とネガティブな表現よね。いや、それとも、まあ、その手、どうだ、ネガティブではないのかな。まあ、でも、まあ、そんなもんよねっていう、まあ、その程度だから別に変わんないよねっていう、別にか、そうね、それぐらい、それができるぐらいで別にみんな変わんないよねっていうことを言いたいとも受け取れるな。諦めっぽい、うん、そう、ネガティブな意味で取れば、ネガティブに振って、受け取ればそうなんだけど、まあ案外そうじゃなくって、まあだけど気にしなくていいんじゃないみたいな、そういうね、諦めじゃなくって、まあ別にいいんじゃん、気楽に行こうよみたいな、そういう見方もできなくはない。すごいな、すごいな、難しいな。いや、どっちとも取れるような書き方なのか、それとも私の考えすぎなのか、考えすぎな気がしますけれども。こういうのがあるから国語って難しいよねって言われちゃうの。で、ここに持ってきて、この詩のタイトルが和紙は飛べるなんよね。和紙そんなに主役張ってないのに。このチョイスよ。これが、やっぱ上級ポエマーっていうことなんでしょうね、きっと。難しいね。文芸部難しいわ。受け取り手のテンションとかで読み方が変わるのも詩のいいところ。ああ、なるほどな。そうね。まあ、いいところか。まあ、いろんな見方ができるっていうのも楽しみ方の一つなのかもしれませんね。ああ、いや、ちょっと素人ポエマーには難しかったですわ。夏木、よし。あんたの好みに合わないって言ったでしょ。いや、ちょっとまだ私が夏木大先生のステージまで行けてないんで、ちょっとわからなかっただけで、これはこれで、はい、立派な、まさに詩っていう感じがしました。わけのわからなさとか特に。俺は好きだな。好きか嫌いかで言うと、さよりの詩の方が好きなんですみませんけども、さより抜きにして考えた時、いや、ちょっと判断できませんね。好きだけどそれくらい、難しいですね。でもなんとなく夏木さんの気持ちは伝わった気がします。はい、好きか嫌いかはちょっと判断しかねますけど、なんですって？正直に言いなさいよ。言ってるぞ。どうしてそこまで俺が気に入らないって確信してるんだ？それは、だって、高校生って作品は洗練されたものだってイメージしがちでしょ？
まあ、教科書とかに載ってるような詩に触れてるとそうかもしれませんね。だからみんな私の書くものを真剣に受け取ってくれないの。いや、結構真剣に受け取ろうとはしました。めっちゃ考えた。その結果よくわからなかった。その結果よくわかんなかったけど、まあ、なんとなく夏木さんがそういう考え方をしてるんですねっていうのは伝わった気がします。けど詩を書く上で大事なのは自分を表現することだろ。文体がその伝えたいメッセージの正当性を損なうなんてことはないさ。なんか難しいこと言い出すやん急に。何お前、何様、初心者ポエマーのくせして生意気なことを言うな。そう、その通りよ。急に来るじゃん。私は読みやすいけどそれでいてガツンと来るものが好きなの。あれはガツンだったのかな。読みやすくはあった。ガツンはよく分かんなかった。だからもっとネガティブな方向に振ってくれればガツン感があったかもしれませんね。はい、この詩みたいにね、周りのみんながうまくいってるのを見てるとなんだか落ち込んだりするでしょ。ああ、そういう気持ちの表れですか。わしは飛べるってことね。わしが飛んでるのを見てってことね。だからそのことについて書こうと思ったの。人は努力できるだっけ。周りってことは夏木大先生はいつもあれですか、あのわしとかコオロギとか見てるってことですか。それ見て落ち込んでんすか。周りのみんながうまくいってるのを見てるとなんだか落ち込んだりするでしょ。そのことについて書こうと思ったの。お馬さんがかけっこしてるのを見て落ち込むんですか。なるほど、なるほど。ここで言う周りっていうのは他のクラスメイトとかのことを指すと思うんですけど、その他のクラスメイトっていうのはあのこの詩においては人として一括されてるんですけど、あんまり比較になってない気がするんですけどね。言う、うん、まあ、うん、まあ、言う。タイガさんからマジツッコミ入っちゃった。いや、わかります。まあ、比喩なんでしょうけど、比喩にしたって、比喩にするにしては、あそこで人間を持ってきた人はって一括するのも、まあね、そうか。そうね、詩ですからね、これはポエムですから、上級ポエマはそういう表現をするんだということを学んだ。なるほど。わかった。そういうもんだ。数学の公式みたいなもんですね。そういうもんだ。わかった。ああ、わかる。かっこわからん。それにシンプルな文章の良いところは言葉遊びに重点を置けるってところね。おお。遊んでました?例えば私の詩も最後は韻を踏むように見せてわざと崩してみたり。ああ、なるほど。はいはいはい。確かに書く文章は、ああなるほどね、書く文章最後はなんとかできるみたいな感じで韻を踏んでいた部分があったような気がする。で最後のだけどそれぐらいっていうところで崩していくっていうやつか。ああさすが、これは大先生、上級ポエマー。そうすることで最後の一行から感情を引き出せるのよ。なるほど、それはわかる。テクニックとしてはとても理解できました。言われてみれば確かにそうかも。思っていたより丁寧に考えられてるんだな。うん、それがプロってもんよ。え、何これで食べてんの夏木先生。なんかちょっと赤面してますけど、一つ学べてよかったじゃない。はい、勉強になりました。最年少の部員からこんなことを教えてもらえるなんて意外な収穫だったでしょ。そうね、1年生ですもんね。まあそうかもな。最後の一言で彼女の機嫌を取ってやることにした。
本当はそう思ってないなこいつ。俺からしてみればみんなの年齢なんてどうでもいいのだが。いや高校においては結構大事じゃない？そんなことない？夏樹が誇らしげならば別にそれでいいだろう。そうね。はい、ということで、さすが大先生立派なしでございました。あと、ゆりとモニカ、この辺もなかなかいい詩を書いてきそうですけれども、ちょっとね今日のところはもう23時半も過ぎちゃいましたし、この辺で終わりにして、続き来週の日曜ですね、同じ時間からゆりとモニカ先生の作品を披露するという形にしようと思います。これ、まあ、3年はともかくとして1年ぐらいかかるんかなその都度なんかツッコミ入れちゃうんよね。普段はこういう文章量の多いゲームやんないから、例えばゴーストバイヤー東京なんかだったら喋るシーンってそんなに多くないし、だからその都度突っ込んでてもあんまり気にならないんだけど、ひたすらこうね、この子たちが喋ってるとか主人公が喋ってるのを見ると突っ込まずにはいられない部分っていうのが出てきてしまって、なんかテンポ崩してるのかなという気がしなくもないけれど、全エンド見るなら、ああマルチエンディングか、あどうせやるからには全部見たいですよね。最初は手探りで進んで、で2週目3週目からは4週いくかな、各主人公各女の子でそれぞれ合いそうですもんね。まあその辺はちょっとちょっとルート分岐とかあるんだったら解説を見ながら流れを追う形にしようかなって思うし、長期になりそうでワクワクありがとうございます。まあ本来はこれ早寝配信なんで寝てほしいんですけどね。はい、タイガさんなんか最近早寝しそうだみたいなことを言ってるから寝るかなと思ってたんですけど、最後までお付き合いどうもありがとうございました。他見てくださってる方々もありがとうございます。まあ、こんな調子でちょっと、私自身のツッコミの多い読み上げ配信みたいな形になりそうですけれども、しばらく日曜の夜早寝配信としてお付き合いいただければと思います。うん、さて、じゃあそんな感じで今週の配信はこれで終わりですね。どうも皆様ありがとうございました。来週はまた、あ、そうか。来週はちょっとまた、スケジュールが変わってというか、新しいタイトルが始まりますけれども、多分また火曜日ぐらいにスケジュール出します。月曜日、火曜日はいつも通りですね。月曜はお休み。火曜日は、ロアル建設、サティスファクトリー、タイガトラさんと一緒にやるやつは確定でしょう、きっと。という感じで。お疲れ様です。喉いたわってください。どうもありがとうございました。本当に喋りっぱなしの配信になっちゃいますんで気をつけていきたいと思います。ん、ではお相手は二足三文ソフトウェアゲーミング部門所属陣の楓でお送りいたしました。それではごきげんよう、おやすみなさい。